これより第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、長崎県立大学相手陣31ヤードからサードダウン残り1ヤードの状況に挑みます。ナイスラン、ファーストラン。長崎県立大学、ここでウィッシュボーンフォーメーションからフルバック25番にハンドオフし、中央突破を果たして攻撃権更新です。長崎県立大学ファーストラン。キャリア25番は水戸、倉敷古城池高校出身の2回生です。これにより長崎県立大学相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。ここでホイッスルが鳴ります。ここでオフェンスリレーオーザーゲームの反則です。オフェンスには制限時間があります。この制限時間内にプレーを始めないと5ヤード抜体という形になります。長崎県立大学相手陣14ヤードからファーストダウン2ゴール。まずはランプレーから入りました。キャリア8番ハンドオフ託され中央突破、約2ヤードのゲインとなっています。長崎県立大学相手陣12ヤードからセカンドダウン2ゴール。クォーターバック11番エンドゾーンへのパス、そのパスをワイドレシーバー83番伸び上がるように飛びついて見事にキャッチ、タッチダウンとしました。長崎県立大学6点獲得。パスを通したクォーターバック11番は吉田、宇和島東高校出身の1回生。そして取りましたワイドレシーバー83番は小見、行徳館高校出身の3回生でした。そしてキック成功、1点追加、長崎県立大学49点となりました。長崎県立大学キックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは88番のプレーヤー小柳が務めます。1回生キッカー伊万里高校出身です。
い弾道のキックはしかしイエローフラッグ外へ出てましたので反則という形になります。さあこのキックオフの反則をリターンチーム長崎大学どのように取りますでしょうか。長崎大学は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。長崎大学自陣35ヤードからファーストダウン10。QB サック。クォーターバック18番パスを投じようとしましたがターゲットを探すうちに長崎大学ディフェンスライン79番に QB サックとなりました。約3ヤードロスとなっています。 QB サック79番は小田秋南高校出身3回生。長崎大学セカンドダウン13ボールオン自陣32ヤード。パス成功。クォーターバック18番、ワイドレシーバー9番にパスを通しまして、約8ヤードのゲインとなりました。パスを投じたクォーターバック18番は柴田。取りました。ワイドレシーバー9番は三ツ安。三ツ安は春日高校出身の2回生です。長崎大学サードダウン7ボールオン自陣38ヤード。パス不成功、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスのイリーガルフォーメーションによる反則です。オフェンスは最前列にいない選手バックスは4人までと決まっています。これが5人いる体系でプレーをしました。しかしこの反則を長崎大学は取りません。ダウン進めてフォースダウンとします。これによりフォースダウン7となり長崎大学パントフォーメーションを選択します。さあこのボールどちらを抑えるか。長崎県立大学が抑えておりました。パントのボール一旦リターンチームが抑え触れた場合にはキックチームどちらが持っても攻撃権を獲得することが可能です。あわや攻撃権失うかもしれなかった長崎県立大学見事それは阻止しました。これにより長崎県立大学自陣30ヤードからファーストダウン10となります。
ここで長崎県立大パスを投じましたが、レシーバーキャッチした後にボールをファンブルしました。キャッチした後はランプレーと同じ扱いですので、このプレーはそのまま継続されます。最終的にそれを抑えた長崎大学の攻撃に変わります。長崎大学ターンの周りよりファーストアウトとなりました。大きなチャンスを得ました長崎大学。相手陣33ヤードからファーストアウト。不成功。クォーターバックジャッジマン猛ラッシュをかわしながら右にロールアウトし、ワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、このパスは通らず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。長崎大学セカンドダウンテン、さあスクラムに行った。クォーターバック18番プレッシャー浴びながら右にスクラム、効果的にゲインし約9ヤードを獲得しました。素晴らしい判断をしましたのはクォーターバックの18番の柴田、新居浜西高校出身の2回生です。長崎大学サードダウン2、パス不成功。ここで内側に入ってきたワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、このパスはディフェンスカバーよくパス不成功となっています。長崎大フォースダウンに入ります。ここでホイッスル。長崎大ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトでどのような作戦を講じることができたでしょうか。長崎大学相手陣24ヤードの位置からフォースダウン2の状況に挑みます。プレーを実行するようです。長崎大フォースダウンギャンブル。クジャシ番パスプレーによりこれを突破しようとしましたが、長崎県立大学70番と75番がキュービーサーク。4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー。見事このプレーを
QB サックで阻止しましたのは長崎県立大学70番の福山、北広島高校出身4回生、そして75番の鈴木、大湊高校出身の2回生です。これにより攻守変わりまして長崎県立大学の攻撃となります。ボールオン自陣31ヤードから長崎県立大学ファーストダウン10。ここで長崎大もナイスディフェンス。ランプレーに入ろうとしたところクォーターバックを長崎大55番が見事なチャージで約4ヤードロスに変えました。素晴らしい対応をしましたのは長崎大学の55番の川野、江南高校出身の4回生、チーム唯一の4回生がここで素晴らしいプレーを見せました。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。長崎県立大学大きなチャンスを逃しましたが、しかしここで長崎大ディフェンスでチーム唯一の4回生川野が素晴らしいディフェンスを見せ、チームをここ一番で鼓舞しております。 1,2 年生が多く在籍する長崎大学、この最上級生の有志に心を奮い立たせることができるでしょうか。まもなくウォーターブレイクとけまして試合再開となります。長崎県立大学自陣27ヤードからセカンドダウン14。さあここでラインからのボールのエクスチェンジのミスがあったようです。幸いクォーターバック自ら抑えておりますが、結果的に約1ヤードロスに変わりました。長崎県立大学自陣26ヤードからサードダウン15。11番ワイドレシーバー8番にパスを通し、8番キャッチアンドラン、大きく前進しておりますが、しかし攻撃権更新にはなっておりません。フォースダウンと変わります。パスを投じたクォーターバック11番は吉田、宇和島東高校出身の1回生、取りました8番は早野、筑紫高校出身の2回生です。長崎県立大学フォースダウン3、ここでホイッスル。ここで長崎県立大学は後半1回目のタイムアウトを取りました。
タイムアウトを解けまして試合再開となります。長崎県立大学自陣38ヤードからフォースダウン3プレーを選択する模様です。フォースダウンギャンブル、ジャンプ成功、ファースター、クォーターバック11番ハンドオフ上から左オープンにランプレー、見事攻撃権更新の3ヤードを獲得しました。山口、失礼しました、長崎県立大学ファースター、クォーターバック11番吉田、宇和島東高校出身の1回生です。長崎県立大学ファーストダウン10、ターンオーバー、ここで長崎県立大学ボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは長崎大学の9番、したがって攻守交代です。ターンオーバー、見事このファンブルをリカバーしましたのは長崎大学9番の三安、春日高校出身の2回生です。これにより再び長崎大学チャンスを得ました。相手陣44ヤードからファーストダウン10、ここでホイッスル、ここで長崎県立大学後半2回目のタイムアウトを取ります。思わぬ形で攻撃権を失いディフェンス混乱の状態を避けるため、ここでタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを受けまして試合再開となります。状況は長崎大学の攻撃、ボールオン相手陣44ヤードからファーストダウン10、試合時間残り2分40秒、ナイスラン、ファーストクォーターバック18番、ショットガンフォーメーションから右に流れて攻撃権更新としました。長崎大学ファーストダウン獲得です。長崎大学相手陣34ヤードからファーストダウン10、試合時間まもなく残り2分10秒を切ります。さあ中央のランプレーで突破を図りましたが、しかしこれは山口、長崎県立大学75番がチャージしまして約1ヤードロスに変えています。中で倒れているため時計を回ります。そのロスタックルを決めたのは長崎県立大学75番の鈴木、大港高校出身の2回生、ここでホイッスル、ここで長崎大後半2回目のタイムアウトを取りました。
現在双方残りタイムアウト1回となっております。攻撃権は長崎大学にあり、相手陣34ヤードの位置にあります。残りタイムアウト1回で長崎大得点を挙げることできるでしょうか。試合再開となります。長崎大学セカンドダウン11、試合時間残り1分38秒。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック18番、ショットガンフォーメーションから左オープンに展開しつつスクラム、見事攻撃権更新としました。長崎大学ファーストラン。長崎大学相手陣20ヤードに入ってのファーストダウンテン。パス不成功。ここで内側に入ってきたレシーバー27番にパスを投じましたが、このパスはディフェンスがカバーしておりパス不成功となりました。セカンドダウンに変わります。試合時間残り1分19秒。長崎大学相手陣20ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。今度はワイドレシーバー1番へのパスでしたが、このパス失礼2番でしたが、このパス若干浮いていたためパス不成功となりました。失礼しました。ターゲットは9番でした。ダウン1つ進みサードダウンに変わります。長崎大学サードダウン10、試合時間残り1分12秒。ボールオンは相手陣20ヤード。さあ左のランプレー、29番の総力にかけましたが、しかしこれは長崎県立大学ディフェンス対応しましてノーゲイン、フォースダウンに変わります。むしろ1ヤードロスを奪っています。ここでホイッスル。長崎大後半最後のタイムアウトを使います。試合時間残り39秒で時計は止まりました。さあこの最後のタイムアウトを使いましてどのような選択をしたでしょうか。プレー再開です。長崎大プレー選択とします。フォースダウンギャンブル、11ヤードを更新、タッチダウンを狙うこと、タッチダウンを上げることできるでしょうか。試合時間残り39秒。9番ディフェンスにカバーされながら競り合ってこれをキャッチ、エンドゾーンで着地、見事タッチダウン。長崎大6点獲得。そしてトライフォーポイントに入ります。
キック成功1点追加。長崎大学7点、長崎県立大学49点。しかし長崎大学見事タッチダウンを挙げました。見事タッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック18番の柴田。新居浜西高校2回生、そして取りましたワイドレシーバー9番は三安、春日高校出身の2回生です。これからのチームの主力となる2回生コンビがここで見事タッチダウンを挙げました。そして先ほど得点を挙げた長崎大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは2番の江口が務めます。鹿島高校出身の3回生。オンサイドキック、オンサイド成功。自ら攻撃権を得るための短いギャンブルキック、オンサイドを見事成功させました。長崎大学攻撃権継続です。長崎大ここで残り29秒、もう1本狙いに行きます。ボールオン相手陣49ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。その反撃を展開しようとしたそのパスプレーを取りましたのはしかし長崎県立大学52番。インターセプトによりこの攻撃を断ち切りました。攻守交代です。ここで大きく仕事を見せましたのは長崎県立大学52番の末広、鹿児島高校出身の4回生、チームキャプテンです。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。無効となりました。反則発生はいません。従いまして長崎県立大学自陣49ヤードからの攻撃という形で試合再開となります。2ダウン、時計を回します。膝をつきランプレートし時計を消費する形になります。長崎大学に時計を止める手段はもう残っておりません。試合時間残り5秒を切りました。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして長崎県立大学マリーンズ49点、長崎大学ブルーインパルス7点、長崎県立大学の勝利となりました。
得点差だけで言いますと長崎県立大学が終始試合を主導権握りそのまま抑えたという形になりました。しかしその最終盤長崎大学見事な反撃を見せまして見事タッチダウンを挙げるに至りました。最終盤まで互いに気迫のこもったいい試合になったと思います。20年ぶりの復活を決めました長崎大学見事な戦いぶりでした。両チームスタンドに応援に駆けつけてかけたさまざまな方々に対して整列しましてそのお礼のメッセージと挨拶を述べます。このクロスタウン対決今後も白熱した一戦を期待したいと思います。素晴らしいゲームありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その声優は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり影のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していくそんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み切るに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつここで配信を終わらせていただきます。本日は九州学生アメリカンフットボール協会の協力を得ましてこの配信を実現いたしました。協会の方々そして関係者の方々皆様ご協力ありがとうございました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋理社でした。それでは失礼いたします。